久保さん、今回、稼げる薬にしましょうか。稼げる薬。まあ、このね、ニキビ。ニキビケアの洗顔と、チョコラ BB ピュアプラスと、メディカルクリーム。ちょっと少し良くなったんじゃないかなっていう。 まあ何かっていうと一種僕ね違う薬をねこれ新製品で今年の3月1月か3月か2月かこのねえー、っと 第一三共ヘルスケア株式会社さんからマキロンアクネージュメディカルクリームっていうのは新製品で出てたんですよ。で、僕は新製品だからこれ飛びついて、いい新製品だからいいだろうと。うん、で、1週間使ったんですよ。1週間使って、まあ、改善され、まあ、最初ちょっといいかなと思ったんですけど、全然改善されなくて、で今日めっちゃいいもうすげえもう言いたくなっちゃって、もうあの、洗顔も変えて、 もうこれも変えてな、中から、プラスこれも新しいの変えて、まあちょっといいっすね、うん。何が痛いかっていうと、まずここから学べることは何かっていうと、人はその本当に痛み、痛くならないと行動しないってことですね。うん、本当に治そうっていう、本当に痛いと、とこれは無理だ。 なななんないいいとと動けないっていうのとあと 2, 2個目は合う合わないがあるってことですね合う合わないがうんだからあのー、稼ぐ方法ってたくさんあるじゃないですかで合う合わないってあると思いますでなおかつうーん分かっていながらも本当に痛くないまあ別に給料入ってくるじゃないですかだからやらない うん、やったとしても合うかどうかわからない、うん。で、億万長者合宿のこのリターンズで久保さんが言ってましたけど、この動画を見てるってことは合うってことなんですよ。<laughs> この限られたね、YouTube 動画何本あるんですかね。その中でね、久保さんの動画し、ね、ずっと見てる。僕の動画見てる。もう合ってますよね、どう考えても <laughs>、ね。毎回見てるっていう。だからもう合ってるんですよ。じゃあ、あと足りてないぞ何かっていうと、 行動しててないってことですね本当に痛くないってことですね。うん。なやろうやろう。やろうと思ってもなかなかできないっていうのは、本当にやろうと思う、思状況じゃないってことです。例えば、うーん、まあよくね、あの、世界のニュース番組とかでもあると思うんですけど、我が子がね、我が子が、あの、なんだ、山にかかりましたと。で、お金が必要です。 その時に、あなたは動かないですか何も行動しないですかいや、時間がないからちょっとできないとかね。いや、お金がないから救えないとかね。多分、動きますよね。多分、這いずり回って、我が子を救うために、クラウドファンディングやってみるとか、なんか、土下座してお金が借り回り、借り、借りるとか、何かしらアクションするはずですよ。どうでしょうか時間がないから、 目の前の我が子、時間がないから救えない。うん。お金がないから救えないって諦めますか諦めないですよね。だから行動できてないっていうのは実は本当の痛みがないんじゃないかなっていうところですよね。まあ、これはもう本当に僕も今、今日今日のことなんですけど、もう本当にもうブツブツ出て、しかも汁も出てきてね、めっちゃこの炎症してきて痛くてね。 これつけて、1週間つけたんですよ。で、1週間つけて全然改善されないわけですよ。まあでも僕も、まあ、つけ方が悪かったっていうのもあるんですけど、なんか調子こいてね、何回も塗り込んでたんで、早く直したかったから。なんか適量、洗顔した後適量塗れっていう書いてあるんだけど、それ守ってなかったっていうのももちろんあるんだけど <laughs>。まあでも、さすがに1週間つけてあんまり改善になんなかったんで。でもこれ、こっちの方がいいですね。うん、つけた感じ。うん。 まあこれも飲みましたけど、まだ1回しか飲んでないですけどね <laughs>。この洗顔も良かった、うん。これもメンソレーターも開くね。これも良かった。まあということで、あのー、本当のい、なんだろうな、そういう状況に、まあ言いたいのは、まあ、久保さんとかね、僕の動画見てて、少なくとも合うわけじゃないですか。合わなかった見てないし。うん で、あのー、最悪の状況になって動くよりかは、今のうち動いといた方がいいよってことです。例えば、末期がんになって病院行っても、もう末期ですねと。余命なんですよ。だけど、がんをね、早めに見つけたらどうですか治せる確率って、多分すげえ高まると思うんですよ。どうでしょうかどうですかねうーん。 で俺僕、あの昔そのあの、健康診断した時にあに、ピロリ菌っていうのがいたんですよ。でこれもほっといたんですね、まあ。ピロリ菌いますよって言われたんですけど、だけどほっといたんですよね、ずっと。でもピロリ菌って1週間くらい薬飲むと、排除、あの一応、はい、あの消せるんですよね。まあ、その人によってあれらしいですけど、それもずっとほっといたんですけど、 まあ、ピロリ菌だと胃がんの確率が非常に高まるらしいんですよね。でそういうのも聞いて、さすがにちょっとやっとかんとあかんなーってってね、やっといて。で、結局、ピロリ菌の薬1週間僕飲んで、ピロリ菌退治したんですけど、亡くなったんですけど、だから、これね、じゃ胃がんになってからね、ピロリ菌もクソもないじゃないですか <laughs>。堀江さんがね、がんのなんかね、癌の人となんか対談とかを、をな,なんか対談してたんですけど、 なんかその予防できることがあるんだったら予防してた方は良くないみたいな予防できんだからみたいな、うん、っていうねなんかそのずっとなん,かそのんを予防その先生となんか対談してるやつがあるんですけどだからもう手も足もなんかもうね何やろなそのさっき言った通りもり末期がんになった状態から動,こう動いてもやっぱ取り返しがつかないので。 少なくても今、久保さんとか僕の動画見てるんだったら合うわけなんで、もう今から行動して、動いて、稼ぐ準備、稼げるようにした方がいいと思いますよ。うん。今日やってないであるならば、今日やってないんだったら今日やるべきですよ。うん。いや、ほんとね、もう僕もね、これね、結構こ、れこれもね、ほっといま治るだろうみたいな思ってたんですよ。最初発症してね、 まあ、ち,ょちょっとしたら治るだろうと思って、でほっといたんですよ。一週間ぐらい。で、全然治んなくて、あ、これやべえなっ、つって。で、これ、これ買って。で、これつけても、あんま改善されなくて、今度これ <laughs>。ちゃんとね。全部買って今日、あれでしたけど。まあ、人間ってそんなもんすよね。なかなか動かん。うん。本当に痛み、痛くならないと動かないからね。ね、もっと、僕も早期の、 まあこのニキビの毛に関しては出た瞬間からすぐ対処しとけばもっと早く治せたかもしれないしうんまあそんなもんなんでなんか日頃の生活からね学ぶことはいっぱいありますようんだ少なくてもお金に関してはあの死ぬまで必要ですし死んだ後もあのも葬儀とかねお葬式代とか死んだ後もお金必要なんでまあ少なくても今からやっといた方がいいと思います うん、なんか60歳になってリストラになって右も左ももう無理だっていう状況になる前にやっとけばいいんじゃないかなと思いますね。はいいっってらっしゃい